皆さんこんにちは。今回はアスナバースデーオーダー引くべきかっていう動画なんですけど、ちょっと俺いつもこういうのめっちゃ喋りすぎちゃって長い動画になってしまうんですよ。でもやっぱその始めたての人とか、その小難しいことを長ったらしく説明されてもわかんないと思うんで、今回は始めたての人のための引くべきかっていう説明をしていきます。で、次回にこのアスナバースデーのこのスキル評価ですね。このピックアップ、新規ピックアップのスキル評価とかなんていうの、性能について見ていく動画、その細かく説明していく動画にしようと思います。だから今回はスキルをなんか何に使うかとか、その細かくは説明しません。まあ大雑把には言うかもしれないですけど。で、まあこの動画もなんかもし喋りすぎて長くなってしまったらすみません。で、まず、オーダー引く前に、絶対やることを、ちょっと言っておきます。この、ステップ1、2、3って、ここ、押せると思うんですけど、このステップ3ですね。これ、確定枠がステップ3って書いてあるんで、で、ステップ3を押して、下の方行くと、確定枠の、排出キャラ一覧っていうのがあるんですよ。で、ここの、ピックアップが、ちゃんとその25%になってることを確認してください。これ25%になってれば、まあ、引くべきっていうか、まあ、引きたいなっていうやつなんで、たまにね、8%とか、もっと低いやつとか、あったりして、なんかね、よくツイッターで、うわ、騙されたとか言ってる人いるんですけど、ちゃんと確認しましょう。排出率。で、これは25%なので、全然引いた方がいいやつですね。で、まあ、このアスナバースデー、9月30から10月9日までなんですけど、アスナバースデー出てる期間に他のバースデーも出るんですよね。アスナバースデーが9月30日で、シリカバースデーが10月4日で、キリットバースデーが10月7日なんですけど、これ見ての通り10月9日までなんですよ、アスナバースデーが。で、キリットバースデーが10月7日から始まるんで、まあ、ギリそのキリットバースデーが出てる間にもアスナバースデーやってるんで、10月7日までアスナバースデーとシリカバースデー引かないでおいて、10月7日になってからこのアスナシリカキリトバースデーどれ引くかっていうのを選ぶことができるんで、その様子見ですね、できるんで、使うジェム、どこに使うかっていうのをすげえ真剣に悩んでる、その無課金とか美課金の人は、10月7日まで一旦待ってから引くっていうのもいいと思います。このね、キリトバースデーは、まあ、そのキリトの直剣スキルだけじゃなくて、で、例えばその強い覚醒パワーライズとか、なんかさ、強いアビリティ、わかんないけど、なんか歴戦とかなんかわからんけど、来るかね、可能性も否定できないので、その新規ピックアップで出るかもしれないんで、わかんないですよ、全然わかんないですけど、まあその可能性もあるんで、一応ね、様子見るのもいいんじゃないかなって思います。で、なんか最近ね、その結構ね、まあいいオーダー来るような流れっていう感じがする。まあ、なんとなくですよ、本当に。確信が持てないんですよね。運営ってどういうさ、流れで強いスキル出してくれるかとか、ちょっとわかんないというか、もうなんかそういう雰囲気感じ取るしかないっていうか、何来るかマジでわかんない。気分で出してるっていうわけでもないとは思うけど、なんかいいオーダーばっかり来ると、一気にいいオーダーばっかり来るんですよ。多分、ジェムをいっぱい使ってほしいから、まあ、どれ引くか悩むっていうぐらいいいオーダーを立て続けにもう来るっていうか、なんて言うんだろう、全部ジェム無理やりこう使わせるじゃないけどさ。まあ、とにかく、これ本当に、まあ、いいスキルが出てるんで、いいオーダーばっかり来る流れになるじゃないかなってちょっとなんとなく思うんで、まあ、一応様子見はいいんじゃないかなって思います。で、まあ、軽く説明するんですけど、これは、片手再建のモッドスキルで、マザーズ・ロザリオっていうやつで、マザロザってよく言われてるやつですね、攻撃モーションが。まあ、結構長いんですけど、で、自然属性がない、その突属性オンリーなんで、属性耐性を受けないんですよ、突属性が弱点の敵で使うとき。61層以上になってくると、属性耐性っていうのがあって、それで与えるダメージが本当に低くなってしまうんですよ。まあ、これは突だけなんで、まあ、そういうのを受けないと、突弱の敵にやれば。で、まあ、有機枚数とかあるんですけど、まあ、ここら辺ちょっとね、細かく言うと、ごちゃごちゃしちゃうんで、まあ、今回は言いませんけど、まあ、こっちは、3枠分モッド素材っていうですね、やつですね。モッドスキルにこういうスキルを入れて使うんですけど、まあ、これがね、
あのクリティカル発生率 600% っていうのがあるんで、あのクリティカル耐性を突破しやすいです。あの上の階層50層より上になってくると、そのクリティカル耐性のある敵とかばっかり、てかボス全部クリティカル耐性ついてくるんですけど、そういうのをね突破しやすくなってて、まあその属性耐性っていうのを受けないっていうのを言ったんですけど、まあ、そのことからこのね新規ピックアップ2枚とも取れるんだったら、61層のナーシャとか、あのフロアボスですね、85層フロアボスの保安とか回れちゃうんで、あのこのゲームで一番強い武器がなんとかインテグラル武器ってやつなんですけど、まあ、一番上のあの階層の方のあのなんていうの迷宮区で作るやつが一番強いんですけど、まあ、その手前の、まあ、ロストインテグラル武器とかヤシャインテグラル武器っていうのを、まあ、作れることになるんですよね、こういう2枚当てれば。まあ、本当に始めたての人は分かんないと思うんですけど、まあとにかく、まあ、そういうのやっぱこういうスキルがあると回れるっていうことが大きいっていうことだけとりあえず言っておくんですけど、まあ、とにかくねその始めたての初心者には本当におすすめです。まあ、ただね、まあ、片手再建のスキル見てるんですけど、まあ、パーティーだと多分弓のが強いとは思うんですけど、まあ、でもまあ回れるってだけで大きいんで、まあ、ソロだと、まあ、このカオス透滅戦ってやつ、その国鉄級で受けられるやつなんですけど、まあ、この動画撮ってる時点だと今のところ155以上がそのソロでしかできないやつで、これでこのゲーム最強のあの冥国防具っていうね防具を作れるんで、まあ、この一番難易度高いやつがあの一番いい防具なんですけど、さすがにそれはあまりにもきつすぎるんで、まあ155とかからそのソロでやるやつ、まあ、やっていくことになると思うんですけど、まあ、そういうソロのやつだらね、あの突属性が弱点のやつだったら、まあ、一応使えるけど、まあ、155も175も突属性弱点のやつ結構鬼畜なんで、まあ、155はまあなんとかなりはするけどクソめんどくさいんで、まあ、195とかから使うことになるんですけど、もうこう195ってほんと始めたての人からすると当分先マジ何年かかるんだよって思いたくなるくらいのね結構難しいやつなんで、めっちゃ強いんで、まあ、今はねそんな考えなくていいと思うんですけど、まあ、とにかくねあるとねいずれそういうのもできるかもしれないって話ですね。でこれまあアスナバースデーなんで、あの星4はアスナのスキルしか入ってません。これ見ての通りね、こうやって見ていくとアスナのスキルばっかり入ってて、ですごい下の方行くとまあアスナ以外のは入ってるんですけど、まあ、ここからはねあの星3以下なんで、これはねアスナ以外も入ってるんですけど、あの星4ではないんで気にしなくていいやつです。でまあこういうねバースデーに、まあ、10万ジェム、まあ、14万15万ジェムとかそれ以上突っ込めば、なんか片手再建で使うそのバフスキルとか、あのクールタイム減少の片手再建コネクとか、まあ、揃うかもしれない。まあ、なんか大体揃うらしいですよね、10万とか15万ジェムかけると。いやわかんないよ、出ないかもしんないけどね、運ゲーなんでガチャだからわかんないけど、だいたい揃うんじゃないかなってなんとなく思うんで、あの片手再建好きなね課金勢はここで一気に引くのもいいかもしれないですね。まあ始めたてでねそんな課金する人あんまりいないと思うんですけど、まあ、片手再建愛好家はいいんじゃないでしょうか。まあね、あの片手再建だけじゃなくて、まあ、アスナのスキルってまあこういうね覚醒のパワーライズっていう現環境では本当に強いねアビリティがあるんですけど、これはね覚醒パワーライズの中でも発動条件がかなり緩い方なんですよね。まあ、ただこういうスキルをねそんなピンポイントで狙うのは厳しすぎると思うけど、10月にハロウィンセレクションオーダーとか多分出ると思うんですよね。あのこの動画撮ってるのが9月30日なんですけども、10月入るんでね、あのこの前にもねそのハロウィンセレクションオーダー、これは2022年のやつですけど、その前のやつはね10月16日だったかな、とにかくなんか10月にハロウィン関連のオーダーが来そうな感じがするんで、でまあここね狼アスナとかこのハロウィンの勇気とかね入ってるんで、まあ、この勇気も実は、まあ、使えたりするんで、まあ、こういうね新規のねアスナと一緒にね、まあ、これあの勇気枚数もあるんで、あのハロウィンの勇気ねもしかしたら使うかもしれないですね。
すごいですね。前回のハロウィンセレクション全部 10% で結構狙いやすかったんですね。まあ、今年のハロウィンでなんか新しいスキル出たら、まあもうちょっとこの1枚1枚の確率は低くなるかもしれないですけど、まあ、結構狙いやすいんじゃないでしょうか、キュートな狼娘アスナ。だからまあ狙うとしたらハロウィンオーダーの方なのかな。あと片手再建の有名スキルだと、こういうスパコメ、あの寿司三昧とか言われてるやつと、バルコメっていうね、バルキリコメットっていうやつですね。これがね、スイッチ1回打つだけで156も貯まるんで、1回打つだけでスイッチ半分も貯まるっていうやばいスキルなんで、まあ、こういうのもね、あの片手再建のコネクトとかに入れてね、一気にね、スイッチ貯めてっていうのができるんで。あとはモッドじゃない方のマザーズロザリオですね。昔出たやつ、こう覚醒スキルのマザロザなんですけど、まあ、こういうのも一応アスナのスキルであったり、慈愛の光アスナっていう、これ天使アスナとか呼ばれてるやつなんですけど、これバーストで発動すると HP 30% も回復するし、ブレイクもできるっていうめっちゃやばいスキルなんで、まあ、こういうのね、狙いやすいオーダー本当に来ないんで、めちゃくちゃ課金できる人はいいかもしれないですね。タンクでも使えたりするんで。あと一つだけ言っておきたいことがあって、まあ7月に SAO ゲーム10周年コラボオーダーっていうのが出たんですけど、このアスナのやつですね、これコラボ系だからこのオーダーね、逃したらもう来ないんじゃないかって言われてたんですけど、なんかやっぱもうね、あの来ないんじゃないかって思いましたね。あのこのアスナバースデーにこれ収録されてなかったんですよ、この輝く笑顔アスナですね。だからもしかしたら、まあ、ここに入ってないってことはもう手に入れられないかもしれない。もしかしたらまあ他のね、あの福袋とか、いや福袋は入ってこないか分かんないけど、もしかしたらなんかで入ってくるかもしれないけど、なんかもうほぼ入手困難になっちゃったんかなって感じがしました。で最後にこれを、他のオーダーより優先して引くべきかっていう話なんですけど、まあ、この中だと、一番おすすめになるのかな。でもさ、これだけあってもそのクリティカル耐性ある敵にそのクリティカルが出せないんですよね、こっちもないと。だから2枚とも引けるんだったら、まあ、2枚とも引けるくらいね、ジェムがあるんだったらおすすめなんですけど、でも始めたての人やっぱ直剣モッドとかね、あの狙いたいっていう人も結構いると思うんで、まずは直剣モッドだと思うんですけども、これ、いやでも直剣モッドなくてもこの2枚あったらなんか強い気はするんで、あでもパワーライズ4とかも狙わないといけなくなるけど、まあでもいずれそういうのね、狙っていくことになると思うんで、んーでもすごいおすすめですね。直剣モッドはなんか他のオーダーでもなんかいずれ来るかもしんないっていうのはあるんですけど、こういうのはやっぱこういう機会でしか狙えないと思うんで、これ一番おすすめしたいな、長い目で見るとね。そうですね、かなりおすすめのオーダーです。次回は、まあ、アスナの新規スキルについてちょっと細かく見ていこうかと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。